どうも、アイチです。YouTube プレミアムっていう言葉をね、聞いたことある方もいらっしゃると思うんですが、今回それについての動画になります。で、まあ、もともとね、海外であったサービスなんですけど、最近ですね、 YouTube プレミアムが日本で、ね、サービスが始まったんです。で、それについて詳しく動画で喋ろうと思ったんですけど、先日ですね、ヒカキンさんが、 YouTuber のヒカキンさんが非常に詳しい動画を投稿されてたので、詳しく知りたい方は、概要欄を怒られたら消しちゃいますけど、うちの概要欄に今書いてあのリンクね、貼っておきますので、よかったらそっち見てみてください。では自分の動画では何を喋るかっていうと、まあ、簡単に YouTube プレミアムが何なのかっていう説明をした後に、勉強動画を投稿してる人間なので、勉強動画とそのプレミアムっていうのがこうどううまく使えるのかっていうところをちょっと考察していこうと思いますので、よかったら最後までお付き合いください。ではまずね、 YouTube プレミアムが何なのかを簡単に説明していきます。で、プレミアムなんですけど、 YouTube プレミアムと YouTube ミュージックプレミアムっていう2種類があります、ざっくり言うと。で、どちらも簡単に言えば有料版の YouTube サービスです。有料版、つまりお金がかかると。で、まあこれを聞いただけで、まあ、YouTube ってね、まあ無料でいろいろ見れると、無料っていうところにすごいメリットを感じてた方多いと思うんですよ。自分もそうですし、だからなんだよ、金取んのかよ、関係ない関係ないって思う方多いと思うんですよね。で、実際自分もそう思うし、きっとユーザーだったら。で、もちろんその感覚でいいと思うんですよ、そう思う方は。なぜかっていうと、別に今までの動画の見方はできるんだよ。見ないと今まで使ってたやり方と方法が何かできなくなるっていうデメリットはないんですよね。ないので、それでいいと思います。ただ、ただただお金がかかるサービスでしょっていう認識をするよりは、こういうことが受け入れるサービスなんだっていう内容を知っておくのは自分は大事なことかなと思うのでね、ちょっと動画で喋らせてもらおうと思うんですが、で、まあ、さっき言ったように YouTube プレミアムとミュージックプレミアムの2種類がありますと。で、ミュージックの方が月額が安いんです。値段が安い。ただし受け入れるサービスがちょっと小さくなります。で、YouTube プレミアムの方はミュージックで受け入れるサービスも全部込み込みです。全部入ってる。含んでる、まあ、フルパックみたいなイメージです。YouTube プレミアムの方がね。なので今回そっちについて喋っていこうと思うんですが、主に、受けれるサービス、まあ、デメリットデメリットじゃないね。メリットが3つあります。まず1つ目が、まあ、これは大きいですね。広告が全く流れなくなります。最初のスキップの広告、途中の広告、一切流れません。だから、まあ、自分はね、ほとんどないですけど、有名 YouTuber さんとかだと、まあ、冒頭15秒とか、30秒スキップできない広告ありますよね。あーって思う方いらっしゃると思うんですけど、ああいうのも全く流れなくなるっていうのが一つ目のメリットです。で、二つ目がですね、これがバックグラウンド再生です。スマホで YouTube 見る方は結構多いと思うんですけど、スマホで見てるとき、例えば、好きな歌い手さんの歌とか、まあ YouTube で PV とか、音楽を聴いてるときに、まあいますよね。聴いてるときに、YouTube から違うアプリを起動してしまうと、再生止まるんですよね。今まで YouTube ってはバックグラウンド再生ができなかったんですよ。これは非常に個人的にもこれはデメリットというか、あーって思ってたんですけど、まあそれができるようになります。まあここに関しては、ね、バックグラウンドは、こう普通に配ってほしかったなっていう思いはもちろんありますけど、まあそれ言ったらしゃあないんでね。まあそういう機能がつきますと。で、三つ目が、これがオフラインのダウンロードです。これはですね、個人的に非常にいいなと思ってるんですけど、まあ、動画のこう、再生ページ、まあ、見てる、皆さんが見てる動画の再生ページに、ダウンロードみたいなボタンができるんですね。で、そのボタンを押してもらうと、結構もうスムーズに、その時間かけずに、ポーンってダウンロードができます。そうすると、その自分が好きな動画だけをダウンロードしておいて、Wi-Fi とかの通信を繋がずに、いつでも見放題なんです。それが。これはね、非常にいい。特に、例えば長い動画とかのものが、例えば Wi-Fi がない状況で見たいなと思っても厳しいですよね。で、まあこれは後の自分の勉強動画にも関わってくるんですけど、自分の勉強動画って、まあ10分から15分くらいあるので、結構 Wi-Fi ないとか重たいし通信でも持ってかれちゃうんですよね。で、しかも勉強動画なんでシリーズでいくつか見たい時もありますよね。繰り返し見たい時もあるので、そういったものの、まあ負荷がなくなるというか、好きな時にオフラインで見ることができる。っていう、こういったメリット。まあ、この3点のメリットが主にあります。で、ちなみに料金の方なんですけど、これは月額、1ヶ月ごとに買うとお金を払っていく形になるんですが、ちょっとめんどくさいのがですね、ウェブとか Google プレイで、申し込んだ場合と、App Store で申し込んだ場合の値段が違うっていう。で、これはぜひお得な方で、申し込みましょう。ウェブとか Google プレイの方が安いです。で、こちらの料金を表示すると、YouTube Music Premium
は980円。月額ですよ。1ヶ月ごとね。で、YouTube プレミアムが1180円です。ちなみに、ちょっと出さないですけど、App Store だと、ミュージックが1280円、300円プラスで、プレミアムが1550円になります。だから370円プラスですね。まあ、これは、ただ単に370円、1回だけだったらね、まあまあまあと思うけど、月額だと、それが積み重なっていくので、10ヶ月だったら3700円変わりますからね。なので、ぜひ安い方で申し込むといいかなと思います。で、ちなみに、これお得だなと思うものがあるんですけど、YouTube プレミアムファミリーっていうのがあって、これはミュージックはないらしいんですね。プレミアムの方だけなんですけど、家族単位で申し込むことができると。最大6人までらしいんですが、申し込んだらそこからまあアカウントをつなげるのかな、多分。ちょっと詳しくわからなくて申し訳ないんですが、1個もファミリーで申し込むと、そこから6人まで月額1780円でプレミアムが使えます。一人1180円だったので、まあ、二人で使っても1780円だったら2で割ったらお得になりますよね。で、いう機能がありますので、まあ、ぜひぜひ、家族単位で、まあ、二人以上いる方はね、ぜひそっちで申し込むといいのかなと思います。で、ちなみに今は、無料期間が設けられていて、ミュージックと、普通のプレミアムに関しては3ヶ月間無料です。3ヶ月経ったら、まあ、トライアルで試してみて、その後も使いたいなと思ったら課金が、まあ、課金とかお金がね、有料バーが始まるといった形です。ちなみに、ファミリーの方は、今1ヶ月だけの、体験、トライアルになっているので、まあ、現段階でも家族で使うよって方はそっちのトライアルでもいいのかなとは思うんですけど、まあ、最初は3ヶ月間ね、個人単位で、ひとまず使ってみるっていうのは、非常にいいと思います。無料だし、無料期間でやめればいいし、と思うんでね。どうだろう、最初の1ヶ月金かかるのかな、ちょっと詳しくわかんないんですけど、まあ、無料トライアル期間が設けられておりますので、ぜひ有効に使ってみてください。で、最後にですね、これヒカキンさんの動画でも触れてる内容なんですけど、最近プレミア公開っていうのが割と YouTuber さん使ってる方いらっしゃると思います。多分名前聞いたことある方いらっしゃると思うんですけど、自分使ったことないけどね。ざっくり言うとプレミア公開っていうのは、まあ予告編というか、明日の19時に動画公開しますよっていうのを設定しておくんですよ。で、よく生放送とか行かれたことがある方はチャット欄出るじゃないですか。で、その普通の動画なんですよ。生放送ではないんですけど、19時から公開しますよって19時になったら、チャット欄が表示されていて、そこに何人が見に来てますよっていう、その公開、生放送ではないんですけどね。みんなでその動画公開を待って一緒に盛り上がりながら見ようぜみたいな。まあ、テレビを一緒に見ようぜみたいな感じです。そう。っていうのが、まあ、盛り上がっていてよく使ってる方がいらっしゃるわけですよ。で、これとは全く関係ないです。たまにですね、その公開をプレミアム公開っておっしゃってる方いらっしゃるんですけど、プレミア公開です。こちら。プレミア公開で、こっちが YouTube プレミアムなので。で、例えば、全く本当関係ないんですけど、プレミアム登録してないとプレミア公開が見れないとかそういうことも全くないので、こっちは別のものだと思って認識しておいてください。はい、ということでちょっと長くなりましたが、ここからね、簡単に、ちょっと考察をしていこうと思います。で、まあ、お金がかかる機能、なのでっていうところは非常に今ネックにはなるところだと思うんですよね。自分はもともと子供たちが自分の意思だけで好きな時に好きなだけ無料で見れるっていうのが YouTube のまあ特権だと思っていいなと思ってここのプラットフォームを選んで動画投稿をずっと続けてきました。でそれがね例えばお金が発生することで自分の中でなんか葛藤がっていうのが生まれるかなとも思ったんですけど、ただ詳しく見ていくと、まあ、途中でもちょっと話しましたが、今までの機能が使えなくなることは全くないんですよ。今までいやできたことができなくなったっていうところが特にないので、だからいいのかなと。ただプラスアルファで、まあ、お金を払う形にはなりますけど、それでなんだろう、まあ、動画が使いやすくなったりとか、まあ、ちょっとねストレスがなくなるっていうんであればいいなっていう、まあ、選択肢ができているので、そこはまあ特に問題ないかなと思います。では、実際に今使うとなった時に、非常にいいなと思うのは、まあ、広告がね、まあ、動画が、勉強動画するときもやっぱ繰り返し見たりとかすることもあるので、毎回広告うざいなと思ってる方はぜひ、それもメリットだとは思うんですけど、一番やっぱオフラインダウンロード。あれがいいですね。途中でも話しましたが、自分の動画っていうのはやっぱ繰り返し見たいっていうところもありますし、あとは長いんですよね、どうしても。勉強動画なので。だから、その Wi-Fi 環境がないところと厳しくなってしまうことが多かったんですけど、それがダウンロードで見れると。例えば、ちょっと自分は使ってないんで、ちょっと詳しくわかんないですけど、まあダウンロードしておいて、で、まあ今これがね、例えば次のテスト範囲だからここ見ておこうと。で、この動画も完璧だからそこから消していけば、自分のまだ必要な動画が残っていきますよね。消せばどんどん消えていくんで。
で、なくなれば、よっしゃ、このテストいけるかもしれないってなることもできますし、まあ、うまく使うことはできるのかなというふうに感じております。で、バックグラウンド再生に関しては、勉強の方が画面見ないと話にならないので、なかなか難しいんですけど、ただ自分のチャンネルで言えば、まあ、ダラダラジオっていうラジオ放送みたいな、あのトークだけのものもありますし、あとは、まあ、相談に乗る動画とかも、まあ、画面でテロップとか出ることもありますけど、でも、主にこうやって喋る動画が多くなってるので、まあ、そういったものを、例えば、まあ、聞きながら、作業をしながら、例えばなんかメール、こうなんかやりながら、そう聞くこともできるので、まあ、そういった使い方はできるのかなとは思っております。で、実際、じゃあ自分が今、息子がね、二人いるんで、自分の息子が、その勉強動画 YouTube で使ってて、加入するかどうかってとこ考えたんですよ。自分はですよ。自分だったら、本人が本当 YouTube 使って勉強してるんだったら自分は加入します。まあ、1180円かかりますけど、それの価値は、それを1180円を払う、そのなんだろう、使い方というかメリットは、まあ、あるかなというふうに、現段階では、思ってます。もちろん実際使ってみて、まあ、子供たちがどう反応するのか、どういう風に使っていくのかってとこはあるので、まあトライアルのね、3ヶ月も設けられてますから、その期間で判断すればいいのかなとは思っておりますので、まあぜひぜひ、自分のチャンネルはですね、学生だけで見てる方はなかなか難しいですけど、割と親御さんも自分のことを認識していただいたりとか、あとは親御さんが、保護者の方が、そのお子さんに自分の動画を紹介してくださった方もいらっしゃるので、まあもし、まあ、選択肢の一個としてやってみようかなと思う方はぜひトライアルの方をしていただけたらなと思います。はい、という感じで簡単にちょっと長くなっちゃいましたけど、あのね、ここまで YouTube プレミアムについて喋らせていただきました。で、もしかしたら今ネット情報でちょっとね喋ってるので、実際のものと違ったりした場合は、概要欄とかコメント欄でちょっと追記していくとは思うんですけど、ぜひぜひ参考にしていただけたらと思います。では、ここまでね、ご視聴いただき本当にありがとうございました。